はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの章が今日は、バブエル・マンデブ海峡、封鎖、生活できないをお送りいたします。よろしくお願いします。バブエル・マンデブ海峡、もう連日連夜、すさまじいですよ。いや、もうこれはね、あの、小さい戦いが始まっていると言ってもいいですよ。もう、大変。 まあ,あの、通過する貨物とか、まあ、タンカーの保険料が、まあ、バーンと跳ね上がったんですけれども、それどころではないですよ。お金を払えば通過できる。ね、そこを公開でずっと進んでいけるっていうわけではないですね。もうね。危なくて、ちょっと尻込みしている会社が出てきてしまいました。でね、何がどうなってるかって言ったら、この24時間でも、 あの、イエメンから風刺派の人たちが弾道ミサイルですよ。これあの、北チョンチョンしかね、そんなもん飛ばさないんじゃないかっていうぐらいの弾道ミサイルを2発発射してるんですよ。これはね、あの、どんな弾道ミサイルかね、見ました。あの、映像で。長さがね、5メートルぐらいあるの。長いよね。でかい。それをドーン、ドダーンって言って発射して。 で、弾道ミサイル、まあ、巡航ミサイルと、ま、ほぼイコールですよ。あの、レーダーで、まあ、大きいタンカーなり貨物船に狙いをつけて、そこをロックオンするんですよ。で、レーダーで捉えた、その、まあ、目標物に向けて設定して、まあ、飛ばすんですね。もちろん、その目標物に設定した通りに飛んでいくんですよ。 で、ドドーンと。で、これを2発発射してあの、同じ目標物じゃないですよ。別々の。これはもうほぼ99%当たるんですよ。で、当たってしまって、まあ、大炎上ですね。燃えてるのも見ました、全部。いやー、もうこれ、YouTube たらうるさくて出せないですよ。あの、一発ンですね、これは。あの、もう、もうどこ探したって出てないですよ、だから。これはダメなんですよ。あげらんないんですよね。あの、警告出てしまうので。 いやあ、もう激しいですよ。すんごいですよ。もう、あの、炎、煙、ものすごい。まあ、ダメでしょ、あの船も。ねあの、貨物満載でしたよ。一つは貨物船で、もう一つは単価みたいな感じだったら、ちょっとあの、わかんないですよ。あの、起きたばっかりで。あの、一つは貨物を満載で、もう貨物が、あの、上にガーって積んであるのが見えましたから、 まあ、カムス船ですね。もう一つはタンカーみたいな情報入ってきてますから、まあ、タンカーなんですよ。ちょっと遠くて、カムスでもないんですよ。あの、天然ガスかタンカー、石油タンカーのどっちかだと思いますけど、かなり激しくあの燃えてしまっていましたね。で、あの、紅海から、まあ、運河、紅海から、まあ、バベル、ね、マンデブ海峡。これを、 ま,まあ、どんどんやってるわけですけども、ここが今、あのー、まあ、遅延していて、全然怖くても、やだ、そこ通るのもうやだよっていう船長もいるので、まあ、物が届かなくなっているんですよ。ヨーロッパは特に。で、これはね、あの、知られていないんですけど、かなりね、あの、ホルムズ海峡もそうですけど、石油と天然ガスが確かに多いんですよ。なんだけど、他の船も、 あの、要するに、貨物船ってじゃあ何運んでるのっていうね、みんな興味あるじゃないですか。で、あの、調べました。えー、今日はまあ、あの、航海の生産物ですね。あの、エジプトとか、まあ、あそこら辺のサウジアラビアとかね、あの、別に石油と天然ガスが主なんだけど、中東の国って。その他のものも作ってるんですよ。で、あの、あそこを通る、その航海から、 まあ、どこかに船で輸出している輸出品。いろんなものありますよえ。まずね、オレンジ。これは相当たくさん取れるんですよ、中東で。オレンジの輸出をしてるんですね。で、チーズ。このものすごい生産量なんですよ。チーズ。世界的にも、まあ、あの、中東のチーズは、あの、まあ、味がいいっていうふうに評判が上がってきています。あと、ブドウですね。ブドウ。 うん、あの、非常に美味しいブドウがね、できるらしいんですよ。水がね、なんかないような感じじゃないですか。まあ、ところが大きい川が流れている、その川沿いで水を引っ張って、まあ、そこで田んぼもやってるんですよ。あの、稲作もすごいやっていて、で、小麦とか、トウモロコシ大豆もかなり生産してるんですよ。だからそれが、 あの、まあ、カムスでね、冷凍なり、乾燥したものとか、まあ、そのまま生のもので、またはあの、ジャムにしたりね、そういう、まあ、瓶詰めですよ。あの、そういう形で輸出しているんですね。それが全部止まってしまってるんですよ。これはもう、大変なことですよ。あの、美味しい、あの、まあ、ジャムね、ジャム、エジプトのジャム美味しいんですよ。食べたことありますよ。あの、すごく。 だ、そういうものも全部輸出品が止まってしまっているんですね。うん、これはだからね、あの世界中の、やっぱり食べ物、食料、これでちょっと不足しますよね。あの、その通る分が、まあ、世界のね、それは10%もいかないんですよ。いかないんだけど、だけど、それが、あの、全く通らなくて、まあ、ドーンってやられて沈められてしまったりとか、 または、ね、あの、もう、いや、やだよ、怖いよって言ってる間に、全部腐っちゃうとかね、ダメになっちゃうとか。そういうことで、もう食料が、まあ、減るわけですよね、どんどんね。ホルムズ海峡の方もそうやって通ってるんですよ。食べ物も。でそっちも、まあ、封鎖されれば減ってしまう。これはだからね、あの、エネルギーだけじゃないんですよ。結構ね、あの、影響は大きくて、 結局、あの、オレンジなんかも、いいオレンジなんですよ、ものすごく。うん。で、あの、そういうオレンジとかも、まあ、入ってこなければ、他のオレンジの、まあ、産地のところから、まあ、輸入しなければいけないじゃないですか。そうすると、まあ、価格は高騰しますよね。で、あと、まあ、数が手に入りにくいから、まあ、量が入れられないとか。だから当然、それが、あの、世界に、まあ、波及していくんですよ。 そうすると日本の例えばスーパーで、いつもはオレンジの瓶でオレンジのジャムがあったら、あれなんかオレンジのジャム売り切れてブルーベリーばっかりになってるよとかね。そういう現象出てきますよ。いや、でもあるスーパーでは、力のあるスーパーで買い負けしなくてね、もう買えるスーパーがあれば、その大きいチェーン店のスーパーで力があるところ、お金のあるところは、どこか違うオレンジのジャムを買い付けてくるんですね。 で、それで販売する。そういうような、まあ影響出るでしょ、これから。うん、だからね、どんどんね、端々に出てきますよ。で、今だから、あの、ね、あの、ウーバーとか私頼んでるんですけど、スープがね、あの、スープの具が細かいですけど、あの、前入っていたパプリカとか、値段が上がってるんですよね。あの、入ってないんですよ。 パプリカが入ってるのが良かったんですけど、そのスープがずっと。だけどパプリカが、あれパプリカ入ってなくなっちゃった。高いから、まう、あ、やめたんでしょうね。その代わり、玉ねぎがめちゃくちゃ多く入ってるんですよ。いいんだか悪いんだかわかんないですが、体にはいいかもしれない。パプリカが、でも私は食べたかったんです。パプリカのスープがないんですね。 それがね。まあ、高いものは材料として、材料費がかさむとコストが高くなって利益が減るので、まあ、材料ちょっと考えたんでしょうね。あと、まあ、どことは言わないですけど、パンですね。有名なコーヒーのなんとかっていうチェーン店があって、もうそこもウーバーやって加入してるんですよで。そこからサンドイッチとかトーストをたまに取るんですけど、 あの、バターだったんですね、今までね。バターじゃなくなってるんですよ。完全にマーガリン。または謎の油 X。どっちか。バターではない。間違いなくね。だバター高くなったじゃないですか。バター使わなくなったんですよね。で、いろ、いや、それ結構ありますよ。なんかね、やっぱりあの、パンでバターがいっぱい入っていた、まあ、 ちょっとお菓子みたいなパンあるじゃないですか。それにバターの香りがしなくなったんですね。バター使ってないんですよ、だから。他の何か油の安い何かにしちゃってるんですよ。でもあの、パンとか、ね、いろんな、まあ、パンに属する、なんかああいう小麦の製品って、かバターが入ってて香りが豊かで、なんかね、芳醇な香りがして、 ああ、なんかバターの香りで美味しいねっていうのはいいじゃないですか。最近どれにもバターが入ってないんですよ。いやー、バターが、もうバタバタしちゃいますよ、本当に。いや、バターが入ってないんですよね。まあ高い、まあそれだけ値段上がってるからね、スーパーで見てもバターが、おーおお、この値段はっていう値段になってますよ。軽く1.5倍になってますよね。半年前の1.5倍になってますよ、バターは。 下手したら2倍のところのバターもあるでしょいい、あの、高級バターとかね、2倍ぐらいになって。だからもう食べれないでしょうね。バター <laughs>。バターがね。あの、バターはね、あのー、高いバター買っておいて、あの、冷蔵庫で使おうと思うと、え高いのってちょこちょこ使うから、えなんか、ダメになっちゃうんじゃないかなって冷蔵庫でね。そうでしょダメになるんですよ。なんだけど、冷凍庫に入れとくの。で、冷凍庫に、 もう柔らかいうちにね、初めから切っといて、で、あの、一つずつ、あの、くっつかないようなやつで、あの、ビニールみたいので巻いて、冷凍庫に入れとくんですよ。そうすんごい楽ですよ。それを取って、まあ、ちょっと置いとけば、あの、まあ、溶けはしないからねあ。程よく、あの、バターが使える状態になったら、そのビニールみたいなのを剥がして、ねあの、ラップみたいのでもいいですけどね。 で、あの、小分けにして使うといいですよね。なんか主婦の知恵みたいになってきましたけど、本当にすごい便利で楽で、あの、綺麗に使いますから、も、ま、う、あ、それいいですよ。冷凍だとね、持ちます。1年は絶対持ちますから。まあ、大第1ですか2年ぐらいで全然平気じゃないですかね。1年は完全に持ちますので、そうやって小分けにしてパターを使うといいですよ。だから冷凍庫って買っておくとすごくいいんだけど、 うん、沖縄って台風で停電するんですよね。で、停電して長引くと冷凍庫のもの全部ダメになる。<laughs> だから、あの、ポータブル電源を持ってるんですよ。ポータブル電源で、あの、100ワットぐらいなので、まだ、あ、100ワットもいかないね。70ワットって書いてある。だから70ワットなので、あの、2000ワットのポータブル電源持ってますから、まあ、停電の時それつなげとくんですよ。まあ、そうすると何日か、まあ平気じゃないですか。 だから、あの、あの1日半に2日ぐらい平気ですね。うん、あの、常時70ワットじゃなくて、あの、冷えて、中がすごい冷えたら電気止まるんですよ。あの、そういう冷凍庫あるんですよね。タイマーみたいなのついてて。で、また、あの、温度が上がってきたら、また冷凍が始まるんですけど、だからそんなには食わん、も、ま、う、あ、もう、平均すると50ワットぐらいじゃないですかね。あの、全然電気食わないですよ。だからそこに、 やっぱり入れとくといいですよね。うん、だから停電が怖いので、まあ、ポータブル電源ある程度あった方が多分いいと思いますよ。本当にね。停電の時は活躍します。間違いなくね。まあ、だけどね。うん、きついですよ。まだまだ風刺派の人たち、気合い入れて、もう全部やるって言ってるので、彼らはやると言ったらやるんでね。 これはね、まあ、長引くどころか、要するに今のダラダラ感で、今のでダラダラずっと1年、2年行っても危ないけど、彼らは、あの、どんどん過激になっていくんですよね。ねいや、本当に。だから、いや、これはね、1日に1席、2席っていう感じで今やってますけど、いや、これはもっと行くでしょう。どんどん。もう今に大変なことになりますよ。 今まだね、あの人が怪我したりとかいうのはどういうわけゃないんです、今。今どういうわけかっていいことですよ。すごくね。人が怪我しちゃうとね、大変じゃないですか、乗ってる乗船の、ね、乗り組員の人たちがね。なんだけど、人はね、誰も怪我してないんですよ。うん、でまあ、不幸中の災害っていうんですかね。で、まあ、あの船は沈んじゃってるんですけど、<laughs> 沈んじゃってるのもあるんですけど、 いやー、これは、あの、狙いをつけて、ちゃんと人がいないとこ狙ってるのか、偶然そこに当たってるのかもわかんないですよ、私にはね。まあ、どっちかですよね、もちろんね。だけど、まあ、このまんまじゃあすまないでしょう。やっぱり、人のね、なんか怪我したとかなんとかっていうのが出てきちゃいますよ、当然。そしたら、やっぱりこれはもう反撃しなきゃいけないとかね、なって。 もうどんどん、あの、どんどんひどくなっていきますよね。で、それが、まあ、ホルムズ海峡にも、それは飛び火しますよ。だって同じ国がやってるんだからね。ただ、風刺派とか名乗ってるだけで、同じ国なんですから。もう当然、ホルムズ海峡だって、その、イランイランが支配してるわけですから。これは、やりますよね。で、今は、まあ,あの、我慢してるんですよ。あの、まあ、ロシアと中華反店がね。 やめろって言ってるんで、で、イランイランは、もうイランイランしながら、えーとか言いながら、なんでだーって言って我慢してるんですよ。で、風刺派の人たちっていうのは、世界的な、あの、見た目ですよ。見た目はイエメンの人たち、もうイエメンの人ですよってなってるわけ。だから、イランイランと関係ないんだよ、みたいな、あの、 ことになってるのは、まあ、関係あるんですけど、まあ、一応関係ないみたいな感じになってるんですよ。俺たち知らないよ、そんな人たちっていう風に。だから、勝手にやってるみたいになってるので、まあ、今、ちょっと切り離されてるんですよね。なんだけど、ま、同じなんですよ。だから元は同じなので、もう当然、あの、イランイランのもう本拠地ですよ。ホルムズ海峡。これは本拠地ですから、イランイランの。イランイランの国にくっついてる海峡ですからね。 そのホルムズの方はいや。そっちの方がメインなんですよ。で、そっちもやりたいんですよ。もう下っ端の、下っ端って言ったら失礼ですけど、あの、下の方の軍軍たちは、もうやるしかねえだろうって言って、もう、あの、電車の駅のホームの、あの、白い白線からはみ出ちゃってるんですよ。はい、白線からお下がりくださいって言われても、下がんないの。 出ちゃって駅から押しそうになってるわけ。危ないですよ。白線からお下がりください。東京機快速電車。東京機快速電車。まもなく到着します。ってなるんだけど、全然言うこと聞かないんですよ。白線から出たまんま。危ないですよね。で、イライラの国の上の人は止めてるんだけど、いつまで止められるかがわかんないですよ。 下はね、もうね、白線から出ても、もう飛んじゃおうとしてるわけ。飛びます飛びますバイ坂上二郎。天国の二郎さん助けてホルムズ海峡を守ってよ守ってくれるわけないですよね。ここで飛びます飛びます出ると思わなかったですね。いきなり出ました。ね。うんでもそうやって、まあ下の人たちは、もう、前に、もう前鏡になって。 もうホルムズ海峡にね、白線から出て、頭からね、落っこちそうないや、本当に、飛び込もうとしてるんですよ。これをいつまで静止っていうかね、いや、ちょっと待てって言って止めていられるか。まあ、時間の問題で勝手にやるでしょう。おそらくは。もう我慢できない人たちが出てきますね。うんそうするともうホルムズ海峡の方も始まったら、これは、 まあ、大ごとですよ。まあ、大ごとの影響を大きく受けるのは日本。うんだ、後悔の方のね、あの、マンデブ海峡の影響もそろそろ、まあ、2週間以上経たないと出てこないんでね。まあ、当然、あのー、まあ、油の価格あるじゃないですか。原油先物価格。あ皆さん、あの、多くの人が、え、なの、あの、え、マンデブ海峡すごいことになってもなんで上がんないじゃん。うん。それは上がんないんですよ。 あの、まだ上がんないんですよ。やっぱりね、あの、先物の,のそういうファンドの人たちは、やっぱり一般の人たちのお金が集まるとかなりね、やりにくいので、ギリギリ。だから、ドカンドカーンと始まってからじゃないと動かないんですよ、最近。ここ半年はそうですよ。うん、だから前はね、先物がちょっとなんかあっただけでブーンと跳ね上がったんだけど、今はね、ないの。まあ、何か都合が悪いんでしょう、誰かのね。 うん、だからね、本番始まって、あの、もうテレビとかでニュースで流れてから反応するんですよ。先物なのに。これはほんと不思議ですよ。まあ、何か事情があるんでしょ儲けたい人たちのね。何か儲かんなくなっちゃうんでしょ早めに何か動かすとね、うん。だから反応が出ないんですよ。なかなか。これはでもね、来ますよ。日本が一番影響を受けてしまう。ほん。 に物がななくくっていくのと、まあ、食料もだから危ないわけでですよあのそこで食料あの輸出もしてるんでね、その輸出してる食料がね、やっぱり単価が止まってダメになっちゃう、ね、廃棄するしかないとか、それは連続して続いたら世界的な食料不足に即つながってしまうんですよ。これは小さいことかもしれないね、量的には小さい、10%いかないぐらいかもしれないけれども。 それが及ぼす影響っていうのは長期にわたれば大きいんですよ。まあ、エネルギーもそう。石油も天然ガスもホルムズ海峡に比べたらマンデブ海峡を通ってるタンカーの量は少ない。なんだけど、長引けばものすごい影響出ちゃうんです。これからどんどんひどくなって長引くでしょう。そしてホルムズ海峡ですよ。クリスマスですよ。クリスマスを狙ってるんですよ。奴らは。 間違いないですよ。だって彼らにクリスマス関係ないから、もう苦しみますにしたいんですよ。クリスマスを楽しみにしている国々に苦しみます。本当に。ということで、苦しくなるかもしれません。我々がね。まあ、用意をして、ね、苦しまないように今から備えておきましょう。いろんなもの買っといた方がいいですよ、本当に。 あの、どんどんなくなっていきますよ。なくなっていくと同時に、まあ、どんどん今値段もすごい高くな、あ、そう、今日言おうと思ったんだよね。さっきね、スーパー行って買い物してきたの。家の近くの。イオン系のね。で、いつも一株を買うと、まあ、高くなって、前はね、あの、4000円前後で一株を入れてね、満杯にして。まあ、そんなもんかなと思ってたんですけど、まあ、最近7000円、7500円で、いや、高いなーと思って。 今日、とうとう1万超え。一カゴだよ。一カゴいや、ちょっと待てよと思って。そんな買ったかなと思って、ね。そんな買ってないんだよ。量を買ってないよね。だってカゴから出てないんだから。一カゴ、あの、上、山盛りで落ちそうになってればまた別だけど、そうじゃないよ。あの、ギリギリ一カゴ。あの、そんなに落ちても、まあ、ちょっとね、あのー、高さ少し出てるかなぐらい。ちょっとね。気持ち。もう、いつもと買わないですよ、でも、量は。で、いつもと同じようなもの買って、 今日1万円ですよ。ま、あすごいね。上がってるなぁと。私あんまり値段見て買わないですよ。値段見て買わない。あの、あんまり男ってそうですよね。男の人良くないね、あんまりね。ちゃんと値段見なきゃいけないけど、あの、急いでるとき値段見ないんだよね。だから、今日あ、これもあれもあ忙しいと思いながら、買ってて、レディピッピッピッってやって、1万800いくらですって言われたときに、うおー、高いと思って、 そうか、上がってるなぁ、と思いながら。ねえあ、クリスマスが近づいてるから、年末だから高くなってるのかないろんなものがね。あ、そうかもしれない。そうそうそう。うん、あの、値段、高くなってる。ちょっと割り待ち価格、<laughs> 年末、始末で。あ、そうだよね。みんなだってあの、年末で浮かれてるし、正月の用意だったりね。だってあの、正月の何、何あの、かまぼこ あ、そうか、かまぼこ買っちゃったからだ。一本千円以上してるよ。千二百円。今日買ったかまぼこ。だからか。そうか、正月のだよね。正月の買ったからだ。ね。一本だって全然大きくないんだよ。普通のかまぼこ。千二百円。安いやつを買ったつもりなんだけど、他のだって二千いくらとかいうのあったよ。千八百円とか。うわ、高いなと思って一番安かったのがそれだったの。 値段取れんそれだけは見、見た。高すぎて。あの、かまぼこ、まあ、どれでもいいやと思って手に取ろうと思ってパッて見たら、2400いくらっていうのが目に入ったのね。2480円かな。でも戻したね。も <laughs> うちょっと待ってよ。<laughs> 高すぎるだろうと思って。で、な、え、ないの普通のかまぼこどこ行ったんだと思ったら、今ないんだよね。安い。普通のかまぼこが売ってないの。あの、正月用で。で、見たら、まあ、1200円が、1200いくらだったけど、 あの、一番安かったからそれ入れたんだよね。あ、そうか、そういうのでだね。きっとね。うん。いや、もうやだな。ねかまぼこ1本2400円ってどういうことなのよね。1200円でも高いなと思うけど、2400円だと、うーってなるね。本当にね。怖いね。そうか、そういうのよね。1万円超えちゃったんだね。うん。ということで皆さん。 まあ来年はもうそんなね、これが高い安いとか言ってらんないですよ。種類も少なくなって、買うもの限られちゃうしで、ものすごい上がっていくから、まあ、めまいがするよね。本当に。ねえ。くらするかもしれないですよ。ね皆さん、気をつけて、頑張ってやっていきましょう。用意して。備えないといけないですよ。とにかくね。気合い入れて全力で備えていきましょう。うん。ちょっと厳しいですよ。2024年。 新しい年を迎えるのは楽しいけれども、2024年だけは厳しいですよ。厳しい1年間になります。そのつもりで進んでいきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。